勝とうと思ったんで、ちょっとあんまりいい試合になると思わなかったんで、あんまりコメント用意してないですけど、僕、秋に全日本キックデビュー15周年迎えるんですよ。その時に、そうですね、今、チャンピオン誰か分かんないですけど、多分ナムサクネだと思うんで、ナムサクネ！分かんないですけど、その偉大なるチャンピオンに一言、You are next!